2000年2月3日、ドリームキャスト版バイオハザードコードヴェロニカが発売された。シリーズ4作目となる本作では、クレアとクリスの兄弟が主人公となり、新たな事件に挑む。舞台は南米の孤島ロックフォート島で、 T ウイルスの漏洩によるバイオハザードが発生する。本作では全ての背景がポリゴン化され、カメラを自由に動かせるようになった。また宿敵ウェスカーが初代以来の本編登場を果たし、完全版では超人的な力を見せつけた。